バートザルツーフレンは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州、デトモルト行政管区、リッペ郡に属す市で、温泉療養地である。2013年8月以降、バートザルツーフレンは、クナイプ式水浴療法の保養地となっている。バートザルツーフレンは、ラーフェンスベルガー盆地の東端、ザルセ川とベーガ川がベレ川に合流する地点に、面している。 他のノルトリッペ地方の自治体に比べ人口密度は高い。農耕地を主とする田舎風の地区が中心市街を囲んでいる。ベレ川とベーガ川の北東の大部分はリッパーベルクラントの森に覆われた丘陵地で地域の高度は250メートルにまで達する。最低地点はヘルフォルトとの市境のベレ川で約34メートルである。地域は 2008年以降、トイトブルクの森、エッケ山地自然公園に含まれる。地域を、ベレ川、ベーガ川、ザルツェ川の河原の草地が貫いている。ポドゾルやスタグノゾル、褐色土が主たる土壌タイプである。ポドゾルの土壌は、第三期の基盤を、中世代の堆積物が覆ったものである。こうした、起伏の多い土地から流出する塩分を多く含んだ、光線が、 バートザルツーフレンの特徴であり、この地域はハイルガルテンドイチュランツと呼ばれている。バートザルツーフレンの光線データ地熱ゾンデや地熱ポンプを用いた地熱源の利用について、この地域は良好なから大変に良好な環境にある。大きな中規模都市に分類されるバートザルツーフレンは面積100.06平方キロメートルに及ぶ。地域は概ね楕円形であり、 東西軸の最大長は約1 3トル南北軸の最大長は1 1トルである。バーとザルツーフレンは、東はレム号、南はラーゲ、南西はレオポルツヘイと境を接している。この三市町村は立ペ軍に属す。西は軍独立市のビーレフェルト、北西はヘルフォルト、北はフロー島と境を接する。バーとザルツーフレンは、 ヘリフォルトともにビーレフェルト都市圏に属す。本市は以下の12地区からなる。人口が多い地区はバートザルツーフレン地区、シェトマール、ベルルイコールアスペ、ビューステンで、この4地区でバートザルツーフレン全体の人口の約70%を占める。バートザルツーフレン、シェトマール、ベルルルイコールアスペ、ホルツハウゼン、エールゼンブレーデンは連続した。 住宅地を形成している。ヘルザーハイデを含む、ジルバッハを含むホルクハウゼンを含むクネッターハイデを含むフレッドホルズ、グリムケ、ヘラーハウゼン、ホレンシュタイン、ペーレン、ピレンブルーフ、ホスハーゲン、バルデマイネを含むバートザルツーフレンは中央ヨーロッパに典型的な夏に最大の降水がある温和で湿度の高い気候である。年間平均気温は1夜、 高度にふさわしい摂氏9.3度である。803mm の年間降水量は北ドイツの、それいやドイツ全体の平均値よりもやや多いが、トイトブルクの森の山陰に位置することから立派の平均降水量よりもやや少ない。マテウス・メイリアンの同伴画に描かれた1647年頃のザルツーフレン11世紀半ばに、ユフロンという集落と、そこにある塩泉が、 初めて記録された。ユフロンは、ここをドイツ語で、森に面したという意味である。後にこの村は、ユフラン、ミタルフラン、あるいはドーフユフランとも記述されている。塩分を含んだパウリーネ原先の利用については、中世初期に初めて製塩所が建設された。この製塩所は、現在でもザルツホーフと呼ばれている集落に作られ、師匠にも、この塩泉が描かれている。 バート・ザルツー・フレムの死壁利益の多い塩の交易とシュテルンベルク博の奨励によって、この州門は北向きのシュリープシュタイナー門、北東向きのヘスカンパー門、南東向きのオスター門、西向きのヘリフォルダー門である。見張り島の中ではカッツェン島が現在も残っている。30年戦争が起こるまで、この白い黄金の交易は繁栄し、 大いなる富をこの町にもたらした。装飾の豊かな民家や1545、47年に建設された古い市庁舎は、こうした繁栄期の証拠である。本市に現存する最も古い建物は、1520年建造の4階建ての建物である。バーとザルツーフレンは、温泉業で知られている。三つの沿線、三つの温泉、三つの塩、泉源は、 立派の国有温泉であった。およそ100年前に創設された、香料の塩泉であるが、ザルツーフレンに、バートの称号を得たのは、1914年4月14日になってからである。バートザルツーフレンは、塩の生産、地理上の位置、商業の繁栄などにより、資金難に瀕しなかった数少ない中世都市の一つである。このため、 当時の典型的な様式の美しい建造物が数多く残されている。泉の効力は新たな温泉の設営やレオポルト線などの別の源泉開発につながった。レオポルト線の源泉のあずまやは現在クールパルク内にある。温泉庁への発展は町の景観を大きく変貌させた。ザリズ豊富の製塩所は塩の生産を停止し、現在のシュタットプラッツが設けられ、 州の市や市祭りが行われるようになった。市場化装置は軌道に疾患のある人々を集め村が形成されていった。時代の経過とともに土着の産業に変化が起こり、商業と温泉業が工業にとって変わり、数多くのペンションが利益を上げた。19世紀の経済的発展は1850年に設立され、後にヨーロッパ最大のデ粉工場となったホフマンス。 シュテル・ケハブリー県と密接に結びついている。戦略上、さほど重要でない位置にあるバート・ザルツーフレンは、第二次世界大戦中に連合国軍の爆撃を、ほとんど受けなかった。この街は、比較的わずかな被害で戦争を切り抜け、戦後数多くの軍事顧問団本部が置かれた。1909年から1924年までの間、また、 1903年から1963年までの間、ヘルフォルダー・ケーベン鉄道・バレンブリュック・シュペンゲ、ヘルフォルト・マイナスフロートウイコール・ベーザー・ハーフェーン線が、市の西部を通っており、ヘルフォルダー通りが温泉街との間を結んでいた。リッペ自由州に軍が設けられた2年後の1934年に、バート・ザルツー・フレンは、軍所属士となり、レムゴ軍に編入された。 ノルト・ベスト・ファーレン州の地域再編に伴い、1969年1月1日の、レムゴー軍新設に関する法律に従って、バート・ザルツ・フレンシとシェトマール氏は、他の十町村、ビームイコールアームゼン、エール・ゼンブレーデン、グラストルプヘルゼン、ホルツハウゼン、ロックハウゼン、パーペンハウゼン、レッツェン、ベルルイコールアスペ、ビュル・ファーベクステン、ビューステンと共に、 新設のバーとザルツーフレン氏として合併した。この他に、クレントルプ、ニーンハーゲン、ベルストルフのそれぞれ一部も編入された。ビーレフェルトポーに従って、レムオー軍とデトモルト軍は1973年1月1日に合併して、リッペ軍が成立し、これ以後、バーとザルツーフレンもこの軍に属している。シェトマールの福音主義改革派。 キリアンス教会ベルクキルヒエンのルター派教会、バートザルツーフレンには、様々な宗支の異なる宗教団体が存在する。バートザルツーフレンは、プロテスタントが主流の立 p p 軍内に位置し、住民の多くは、福音主義のキリスト教徒である。福音主義改革派教会は、改革派の立 p 地方教会のクラスバートザルツーフレンに属し、福音主義ルター派教会は、 リッペ唯一のルター派クラスに属す。バートザルツーフレンにはユダヤ教会は存在しない。最寄りのシナゴーグはヘルフォルトにあり、ヘルフデトモルトユダヤ教会に属す。現在の宗教分布を知る手がかりの一つが学生に対する所属宗教団体の調査である。これによれば約60%が福音主義、10%がカトリック、10%が イスラム教に所属した。9%が、その他の宗教団体に所属し、無宗教は11%であった。2011年の人口調査の結果では、ローマイコールカトリック11.6%、福音主義教会54.5%、その他や無宗教、宗教団体に所属しない人が33.9%であった。1968年末までのダルツーフレンの、 人口推移を次の表に示す。因は、国勢調査の結果である。1969年1月1日に成立した、バートザルツーフレン、シェトマール及び重地区からなる、新たなバートザルツーフレン市の人口は47,930人で、人口密度は479人、平方キロメートルであった。1969年1月1日後の、人口推移を以下に示す。 値は1969年以降のバート・ザルツーフレンの地域における各年の12月31日、現在の人口である。市長者、バート・ザルツーフレンは、州議会議員選挙立 p 愛選区及び、連邦議会議員選挙立 p 愛選区に属す。市議会は48議席で構成されている。ローラント・トーマスが2015年から市長を務めている。 前任者のボルフガング・フォンスドルフは2004年から専任の市長を務めていた。彼の前任者はゲルハルト・クレーマン、ハインツ・ビルヘルム・クベント・マイスター、クルト・ドレーゲ、ハイン・リヒ・ベルスラウであった。1999年まで市長は名誉職であった。バートザルツー・フレンの紋章は青地に六角形の赤い井戸と2本の銀の組み上げ柱、向かって左が上、右が 下の金色のバケット。その上に8本の突起がある金色の星。この星は、かつて、シュテルンベルク白領に属していたことを示している。本市には2つの作業共同体があり、フランスやイギリスの姉妹都市と、時折相互訪問を行っている。498席のクールウント・シュタット・テアターは、劇場付きの劇団を持たない。デトモルト州立劇場や、 その他のアンサンブルが定期的に講演を行っている。教会とモスク市教会現在、福音主義改革派のキリアンス教会が立っている、セトマールの教会広場は、紀元800年頃にこの地域で最初の教会が建てられた場所である。ここは、周辺の多くの集落を含む教区の本部である。現在の教会堂は、三郎式のネオゴシック様式ホール式教会で、 8型の内陣を持つ。斎藤は上階が八角形であり、急角度の方形屋根に、小刀型の明かり取りをいただいている。福音主義会各派の市教会は、バートザルツーフレン旧市街内で最も高い、ハレンブリンクと呼ばれる高台に位置している。中核部である中世後期のホール部分は、火事で消失した後、1762年に再建された。 1892年に大規模な改修工事と増築が行われた。新郎の前にある塔は後期コシック様式である。この塔のウェルシュ風のボンネット型屋根は1782年に建設された。この教会の最も重要な調度品は1765年にハインリヒ・カンプマイヤーによって作られた公団である。市教会の近くにある集会所は 階段型破風を持つ漆喰塗りの建築で1928年に表現主義の様式で建設された。マルティンルター通りにある福音主義ルター派の旧聖主教会は歴史主義的なネオロマネスク様式の建物である。建築家ヘルマン・ヘルトの設計に基づき1891年から1892年にカール・ジー・ボルトの指導家で建設された。 提訴は1891年7月12日になされ、1892年5月8日の喜び、呼ばわれの日曜日に性別された。1908年から1909年にカール・ジー・ボルトによって、党を含む西側の拡張が行われ、さらに1939年にもゲルハルト・バルケによって拡張された。カトリックの聖母教会は、グラーベン通りと、 ボルデマールとの角にある。この教会は1956年9月23日のクワイレで建設が始まった。設計はパーダーボルンの建築家、ヨーゼフルカスによる。提訴は1956年12月8日になされた。性別は1959年3月8日に平和の女王、聖母、マリアの名のもとに行われた。グレヒテウェクと フォルクハウゼン通りとの角にある福音主義ルター派の復活協会は1964年から1966年に建築家ロースの設計に基づいて建設された。芸術的な姿はハンス・ヘルム・トラートとマルガレー・テラートの芸術家夫妻の共同制作による。提訴は1964年7月13日、性別は1966年5月1日の 喜び呼ばわれの日曜日であった。復活協会は、ルター派と改革派の両派に利用されている。新シト派教会の教会堂は、ベート通りとアーゼンブルク通りの角にある。トルコイスラム教会のモスク、メブラナ・カミルは2012年に公開された。セトマールのバインベルク通りにある。木組の言えない市街には、現在も16世紀から17世紀に建設された。 木組建築が残されている。その多くが、切り妻作りの木組建築である。装飾が豊かに施された家も珍しくない。マルクト周辺には、石像建築も多くある。その他の建築旧市庁舎、カッツェン療養施設体験市場化想地警告の、記念碑マウアー通りのシナゴグ記念碑記念碑、ザルズーフレンの生命の木レオポルト源泉のあずまや、 クールガスト・ゼントルム前に風景庭園につながるクールパルクへの入り口がある。120ヘクタールの敷地は長時間の散歩に利用することができるドイツ最大の公園施設の一つである。クールパルクは1907年からザルツェ川沿いに拡張され、草地、古木群や多くのカキを包含している。 園内の噴水や貸しボートがある、大きな湖を介してこの公園は風景庭園につながり、さらに、シュタットバルトへ至る。市の森には自転車道や遊歩道が整備されており、フィーレンベルクのザルツーフレンのビスマルク島やローゼ、ヘルフォルトのビスマルク島へ行くことができる。クールパルクの真ん中に、バートザルツーフレンの象徴的建造物がある。レオポルト源泉のアズマヤである。 この源泉の発見によってザルツーフレンは温泉地となった。セトマールには G10 クロン上官に付随する小立を有する公園がある。地域を超えて成功したクラブに女子ハンドボール部門がレギオナルリーガでプレイする SG、クネッターハイで、セトマールや共にランデスリーガレベルで活動しているトゥース、ベクスターハーゲン及び SC、バーとザルツーフレンの卓球部門がある。 特筆すべきは、HC93 バーとザルツーフレンで、過去には、ハンドボール分でスリーガ2部で活動したが、その後解散した。サッカーでは、トゥースバーとザルツーフレンが1950年代に、成功し、3年間、ベストファーレンアマチュアリーガの最高リーグでプレーした。1978年に、トゥースは、トゥルナーブントドイチアイヒエシェトマールと合併して、SC、 バーとザルツーフレンとなり、2008年からは、ベストファーレンのランデスリーガでプレーしている。教会合唱団や、教会の青少年合唱団、ゴスペル合唱団、ブラスアンサンブルの他に、多くの合唱団がある。学校には、学校合唱団があり、公開のコンサートを開いている。アスペ学校センターには、エルテルンデーラーイコールコーラスがある。ゴスペル合唱団、ゲットアップは、 死の垣根を越えて活動している。バート・ザルツーフレンオーケストラは、保養地の楽団であり、週に何度も、保養客のためにコンチェルトハルで演奏を行っている。若者の文化は、1980年代にファスト、バルトバイトレーベルによって、バート・ザルツーフレンにもたらされた。ここから、例えば、ブルームフェルトやディー・シュテルネといった、ハンブルク派のバンドにつながった。これとは別に、 ベルント・ベーゲマン、ベルナデッテラ・ヘンクスとジルバーズルファーといったミュージシャンやバンドもバート・ザルツーフレンから誕生した。ザルツホー豊富の州の市リッペの料理であるピッケルトやヒンメルウント、エルデの他にバート・ザルツーフレン特有の名物料理はない。春の時期にはケールの料理も好まれる。白芯で香り付けした上流酒が食後酒として供される。 ホルトス・ビタリスの迷路の中、水の障害保養地としての特性や、常実のアクティビティの他にも、本市には、レクリエーションの楽しみ方がある。一部を以下に記す。道路、バーとザルツーフレンは、連邦道、B239 号線沿いに位置している。アウトバーン A2 号線は、被災会に接しており、オストベスト・ファーレン・リッペインターチェンジや、 ヘルフォルト、バーとザルツーフレン、インターチェンジ経由で素早くアクセスすることができる。現在のロックハウザー通りは、市の東部と西部を結んでいる。ベーガ,ガー側とベレ川を越える二つの道路は、市域にアクセスできる状態になかった。このため、80年代初めに4車線の高架道路の建設が必要となった。内市街の南に A2 号線から、 デム号やビーレフェルトに至るオストベストファーレン街道が通っている。バートザルツーフレン駅鉄道バス交通ー八1881年に運用が開始されたバートザルツーフレン駅はヘルホルトアルテンベイ県線の駅である。この駅ではヘルホルトマイナスラーゲデトモルトアルテンベイ県パーダーボルンを運行する RB72 オストベストファーレン鉄道が1時間ごとに発着する。このに シェトマールとホルツハウゼンにも駅がある。バス路線の中心となる乗り換え地点のバス停アムマルクト市域内は1994年頃から市バスシステムによって結ばれている。4路線からなるこのバスは60分間隔に乗り換え地点のアムマルクトを発着する。このバスの運行会社はバートザルツーフレン都市施設局の子会社。 バートザルツーフレーン都市交通会社 MBH である。周辺に位置するビーレフェルト、ヘルフォルト、レムゴー、および平日のエルリングハウゼンへは地方バスで往来できる。バートザルツーフレーンはデアゼクサー運賃同盟に加盟している。温泉地区では観光巡回観光バス、パウリンヒエンバーンが運行している。出発点はクールパルク入り口の市場化装置前である。 自転車広域自転車道ウェルネス自転車道とバーンダートルートベーザーリッペがバーとザルツーフレーンを通っている。この他にゾーレラートベークをはじめとする地方の自転車道がある。クールパルクのザルツェ川沿いに自転車道が整備されているが、この他のクールパルク内の小径は自転車の通行が禁止されている。ベレ川沿いにヘリホルトまで自転車、歩行者専用道が通っている。 歩行者道路内市街は、市場化装置や、保養施設まで歩行者専用地域である。かつてのヘルホルト系弁鉄道の軌道跡には、現在歩行者道が通っている駅前から、全長 77km のカール・バハベークが始まる。この名称は、1976年に90歳で、バート・ザルツーフレンで亡くなった、立平地方のワンデリングの父、カール・バハラーの栄誉を称えて名付けられた。 フロートを、ホーエンハウゼン、リンテルン、バート・アイルゼン、ビュッケブルクを経由して、ニーインブルク、ベーザー軍のレーブルクロックムにまで通じている。市内を、全長72キロメートルの広域遊歩道、ハンザベークが通っている。この遊歩道は、ヘルフォルトからベーザー川沿いのネズミ取り男の、マチハーメルンにまで続いている。かつてのホフマンデン工場本社跡に置かれた。 ホフマンの猫のフリンツァー、フェードルかつて存在した企業ホフマンデンプン工場は、バートザルツーフレンで最も古い工業企業であった。この工場は、1850年9月28日に、ハインリヒザーロモンホフマンによって、現在のホフマン通りに創設された。ヨーロッパ最大級のデンプン生産者に成長した、この会社は、20世紀への変わり目頃には、 1> 約1200人の従業員を要しており、ザルツールフェンで最も業績の良い企業であったばかりか、立ッペにおいても最も成功した企業であった。1981年、バーゼルのチバイコールガイギー AG が過半数株を取得した。1985年にイギリスのレッキットコールマン PLC に合併され、1990年にザルツールフェンの工場は廃止された。 ホフマンの製品は現在洗剤や日用品の世界的トップブランドの一つであり、ロンドン郊外スラウに本社を送れきっとベンキーザーが担っている。本市には様々な形態の学校がある。各地区に密接した旧校の基礎家庭学校、3園の学校幼稚園、本家庭学校、実家学校、ギムナジウムを含むローフェルト学校センターと総合学校、 実家学校、ギムナジウムを含むアスペ学校センターがある。両学校センターのギムナジウムは共同で運営されている。アスペ学校センターの運営団体は総合学校の開設を承認したが、住民投票の結果この学校システムの導入は2009年春に否決された。2010年初め総合学校開設を求める150名以上の請願があり、2010 11年の学年から総合学校が設けられた。また、学習障害者のためのエイリヒケストナー修例が設けられた。2010年12月31日現在、本市には合わせて373人の教員と5190人の生徒、児童がおり、生徒、児童の35.5%が基礎家庭学校、8.0%が本家庭学校、 21.0%が実家学校、23.5%がギムナジウム、8.5%が総合学校、3.6%が養護学校に在籍している。22園の幼稚園、合わせて1550人の園児を受け入れられる。さらに私立の音楽学校や市民大学もある。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。